はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。 AI ソムニウムファイル続きやっていきたいと思います。前回ね、なんか電話かかってきて、音声をミュートにしたまでは良かったんですけど、その後元に戻すの忘れてましたね。申し訳ありませんでした。まあ後半だったし大丈夫かな。で、行くとこ全部行って戻ってきたところでしたっけ。さてと始めるかで尋問をするというところでしたよね。89号、まあ、机パイプ、マジックミラー、大体この奥に誰かいるんですよね。カメラがある。こんなにカメラあるんですね。まあ、実際の取り調べとかどうなんだろう。まあ、こんなとこかな。今までに何人殺した、お前の名前は、国籍はどこだ、瀬島の師匠に電話した理由。まあ、国籍はどこだから言ってみるか。ジブチ共和国。本当かいな。ジブチ共和国とはアフリカ北東部に位置する人口90万人ほどの小さな共和制国家だ。つまらん嘘をつくな。嘘か。名前もじゃあ言わないよね。89号だ。本名を聞いてる。さあな、そんなもん忘れちまった。まあ、実際いろんな名前をもしかしたら使ってきててってことかな。何人殺した。知らねえよ。いちいち数えちゃいねえからな。そのぐらい殺したってことでしょうかね。電話した理由。お、知ってんのか。ああ、その通り。俺は確かに電話をかけた。瀬島の秘書にな。それから瀬島に代わってもらってあることを伝えたんだ。変わってんじゃん、瀬島に。瀬島嘘ついてましたね。待て、あいつと直接話したのか。そうだ。何を伝えた。ある人物に電話をするよう促した。ある人物。それが名崎翔子。悪いが、こっから先は言えねえな。翔子を殺した犯人。わかった。それじゃあそろそろ本題に入ろうか。2日前、お前は捜査本部に電話をかけてこう言った。名波翔子を殺した犯人を知ってると。ああ。誰だそいつは。おいおい、ちょっと待てよ。知ってるとは言ったけど教えるとは言ってないってこと。まだ取引は成立しちゃいないぜ。取引か。本当に釈放してくれんだろうな。約束しよう。おでたらめ言いやがって。どうせ釈放するつもりなんかさらさらねえくせに。駆け引きですね。まあいい、そんなことは鼻から期待しちゃいなかった。俺はただあの無所を出るための口実が欲しかっただけだ。もうこのまま出れるってことかな。どういう意味だ。教えてやろうか。こういう意味だ。
だよ。お前には人質になってもらおう。銃持ってる。さあ、出口まで案内するんだ。こいつの銃ですね。伊達さんの銃か。午後4時6分。いやー、それにしてもほんと参ったな。参ったで済むような問題じゃないでしょ。無期懲役刑で服役中の凶悪犯がこの警察総合庁舎から逃げ出したのよ。関係各所には観光令を敷いておいたけど、マスコミが嗅ぎつけるのは時間の問題。それまでに何としてでも89号を確保しないと。さて、これいちいちなんか聞くのめんどくさくなってきたな。もういっか、この辺は聞かなくて。まさかあなたたちわざと89号を泳がせたわけじゃないわよね。あなたたちは分かんないけど、伊達はそうかもしんなかったりして。より大きな獲物を釣り上げるために。そう、そうなんですよボス。ピュッと。絶対違うでしょう。こういうのがあるとやっぱりいろいろ見て回んないとだよな。でもここ多くてさ。僕椅子って大好きなんですよね。なんだか美味しそうじゃないですか。え、何を言ってるんだこいつは。こういうね、こういうのがあるからな。 あのスノーボードであなたたちの頭を引っ叩きたい気分だわ。そしたら僕はこう言うでしょう。いたってね。あんまりうまくないぞ。まあちゃちゃっと見てって。ボス、あのサイクリングマシーンコーヒーミルに改造しときましたよ。マジか。ペダルを漕ぐと豆が引ける仕組みです。勝手なことしないでよ。本当なのか。本当みたいな。伊達さん見てください、あんなところに UFO が。シンバルだろ。多いな相変わらず。優しくて笑顔の素敵な人だったのに残念だわ。何言ってんだ。あ、ボスじゃない。サッカーボールとか多いな。バレーボールといえばスパイク、スパイクといえばチュンですよね。チュンってなんだ。あ、スパイクといえばチュンね。はチュンソフト。かなりマニアックですね。あの以前出してたね426とか、マッチっていうゲームとかね。あと有名なところだとなんだっけ、あ忘れちゃった。有名なとこだとなんだっけ、かまいたちの夜だっけ、そういうゲームですよね。作ってる会社ですよね。さて、どっちを行こうか。まあ、ボスに謝りますか、まずは。ボス、奴に逃げられたのは俺のせいだ。すまなかった。悪いと思ってるなら行動で示して。
これって分岐点だったりするんですかね。どうなんだろう。ゼガ・ヒデも89号を捕まえるのよ。私はこれからお詫びアンギャの旅に出かけてくるわ。はあ、ほんとやってくれたわね。あ、終わりだボスは。じゃあピュータ、89号はどこに。知らないですよそんなの。奴は庁舎を出るとすぐに僕を解放しました。その後のことは分かりません。僕はその場にへたり込んでしまっていたので。へたり込むなよ、かけろって。どうしてまんまと逃げられた。まず奴は取調室の外にいた警官を殴って制服を奪いました。それを着て僕の背中に銃を突きつけながら中央区画へ。もちろん銃は見えないように隠してましたよ、ポケットに入れてね。だからフロアにいた他のみんなが怪しむこともなかったんです。で1階への直通エレベーターに乗り込み地上へ。途中にいくつかあったセキュリティゲートは僕のカードで開きました。開かなければ殺すと脅されたんです。最終的に外に出るまで5分とかからなかったんじゃないかな。もしかしたら今回のことは事前に計画してたのかも。まるで人事みたいな言い方だな。恐怖を乗り越えたせいでハイになってるだけですよ。なるほど。俺の銃は89号が持ったままです。ああでも安心してください、ちゃんとスペアを用意してありますから。いやそういう問題じゃないでしょ。後でお渡しします。まとめ。伊達、知ってると思うが庁舎の周囲には監視カメラが設置されている。その映像を調べてみた。どうやら89号は付近で待機していた1台の車に乗って逃走したようだ。仲間が待ってた。計画的だったってことでしょうね。そうらしい。運転手の顔ははっきりと映っていた。誰、どんなやつだ。我々がよく知ってる人物だよ。おきゅうら、やっぱりおきゅうらかと思ったけど名前がすぐに出てこなかったです。俺は相棒から聞いた情報をボスとピュータに伝えた。おきゅうらが？どうして？伊達、モーマから電話が。モーマから？モーマって、熊倉組の？ああ、つなぐぞ。おお、伊達か。たった今、情報が入ってな。おきゅうらに関する目撃情報なんだが。なんだと？どこだ？奴はどこにいる？おいおい、約束を忘れちまったわけじゃねえだろうな。約束？忘れてるよ、伊達さん。約束なんかしたっけな。しただろう。ハセトンちゃんのことだよ。あ？ああ。それじゃあ、その、待ってるから。一緒に来ると思ってんのか、アセトンちゃんと。頼んだぜ。デート、熊倉組になっちゃうじゃない。どうするんだ。やむを得ん、連れて行くしかないだろう。イリスを、モーマのところに。そうだ。まあ、一ファンのところに行くと思えばね。それでいいのか。レムニスケイト。自動的に来ちゃいましたね。3時っつってたの4時43分じゃん。遅いって言われそうだな。もうやっぱり。遅い。ソースは醤油だよ。帰る。お主、大
世の契りを交わしたこと忘れたわけではあるまいな。酔ってんのか。酔へやんかいまへんよ。酔ってんじゃねえか。嘘ポン。これから伊達さんといくらマンするんだって思うとなんかテンション上がっちゃって。いくらマンはしないから。あ、デートのことですよ。いつの間にかいくらマンとデートが同義語に。で、どこに連れてってくれるんですか。さてと、簡単なお姉さん、あ、いない、お姉さんいない。あ、クインテスラプコーネの PV だ。また一緒じゃないのか。お、あれが噂の。知らないだろう、だって。おい、伊達見ろ。また虫か。宴会残焦げ茶ヒロコシイタ目撃の小虫さんがいるぞ。本当にこんな虫さんいるのかな。わーいわーい、宴会残焦げ茶ヒロコシイタ目撃の小虫さんだ。よく名前つけましたね、そんな名前を。ちょっと長いかなとか思わなかったのかな。特殊スカイフィッシュを捕まえようか。今度入れ替えの時絶対もらってこ。伊達さん、準備してきましたよ。何を。決まってるじゃないですか、ブルマですよ。マジか。さっき履いてってお願いされたから。なぜ否定しない。履いてブルマね。革でできたスリッポンの一種で。ローファーな。こんなとこかな。じゃあイギスに話を聞きますか。竜がいるところ、とっても素敵なところ、人侠の世界、ある君の事務所、どこに連れて行くって。これどれでもいいのかな。どれでもみんな行きそうですよね。竜がいるところにしとこうかな。ファンのところっていうのはないですね。竜がいるところだ。竜ってドラゴンのことですか。ああ、わかった。剣と魔法の世界、どっかのファンタジーワールドに連れてってくれるんですね。うん、ある意味ファンタジーワールドかもしれない。やっほーい。ほら、なんだかワクワクしてきたぞ。何やら勘違いしてるようだったが気にしない。俺は浮かれるイリスを連れて熊倉組へと向かった。文章変わんのかな、あれで。さて、5時10分、デート開始ですね。おー、ほんとだ、立派な竜がいる。かっこいい。すごい嬉しそう。っていうか、ここ暴力団の事務所ですよね。お、分かってるじゃん。ああ、熊倉組って名前の。一体ここのどこがファンタジーワールドだって言うんですか。それは勝手に勘違いしたんだもんね。俺はそんなこと一言も言ってないが。お前が勝手に勘違いしただけだろ。おじさん、この人東京湾に沈めて。
こと言うな。うん、わかったよ。マコガレイの餌にしちゃおうね。シュールな光景だな。ある意味ファンタジックだ。さてと、約束通りお前の望みは果たしたぜ。分かってるよ。オキュラのことだろ。オキュラさん。さて、じゃあここでもいろいろ見てきますか。組長の机。アセトンちゃん、疲れたらいつでもこの机の上に座っていいからね。いや、椅子を用意してよ。なんで机なんだよ。イリスのフィギュアが。提灯がいっぱい並んでますね。これだけたくさんあるとなんだか恐ろしく見えるよな。え？提灯怖いだろ。いえ、別に怖いってことは。いや、お前は絶対に提灯が怖いはずだ。さあ、行ってみてくれ。提灯怖いって。提灯怖い。なんでもお前が言う。お前じゃねえよ。言う。割となんかすっきりしてますよね。やったー、このホールはイーグルだ。それはバリカワのゴルファーだね。一つ、飲み放題のお店では注文してから飲み物が届くまでにかなり時間がかかるから、グラスを空にする前に早めにオーダーすべしと書いてある。なんだそれ、丁寧ですね。かわいそう、動物をあんな風にするなんて最低です。あれ本物じゃないからね、フェイクだから。嘘だ。伊達さん、見てください。あんなところに UFO が。ただの灰皿だ。こんなとこかな。まだあるね。あ、アセトンちゃん、今度パーティーしよう。もうまあノリがいいですね。反対側。こんなもんかな。よし、じゃあ聞きますか。どっちから行くかな。イリス。まあこっちから行くかな。素直に謝っておく。悪いな、こんなところに連れてきちまって。いえ、そんな。怖がらなくても大丈夫だよ、アセトンちゃん。うちの組はね、非暴力主義的暴力団だから。なんだそれ。牛丼肉抜きでみたいな論理矛盾だ。先代の頃はちょっとやんちゃなこともしたけどな。大根おろしで足をすりおろしたりとか。だからそいつは先代のことで、俺が跡目を継いでからはホワイトな組織に生まれ変わったんだよ。白い粉。やってねえから。
そういう危ない商品は一切扱わねえことにしたんだ。何を扱ってんでしょう。リストラっつうか、なんつうか、首とかガンガン跳ねまくって。首を跳ねる。だから違うっつってんだろう。はい、モーマのことを紹介する。そういえばこのおっさんのことまだ紹介してなかったな。おっさんじゃない、27だ。うっそ。モーマの年齢は48。明らかに詐称だ。知ってる。申し遅れました。私、大手の広告代理店で役員をしております、熊倉モーマと申します。熊倉組の組長さんですね。ね、なんでそれを。バカなのかこいつ。あ、組長の机がまだあった。はい、モーマのことを紹介する。モーマはこう見えて A セットの大ファンなんだ。いや、ファンっていうか、なんかよくわかんないけど。ポッカポカ。布団水筒アセトンちゃん。うやまおう。おとんぷらとんアセトンちゃん。破壊力。500メガトンアセトンちゃん。本当に知ってくれてるんですね。ありがとうございます。なんか照れちゃうな。でも私、暴力団の人は嫌いです。お、はっきり。ズバーあ、いや、本当、暴力団なんていなくなっちゃえばいいのにね。ポポイのボーイだよ。意外といいコンビじゃないですか。おきゅうらのこと。おきゅうらさんに何かあったんですか。病院から抜け出したっていうのを聞きましたけど。ああ、俺も同じだ。まだ詳しいことは何も聞いちゃいねえ。教えてください、伊達さん。怪しい点が3つ。俺はためらいながらもそれらについて2人に伝えた。1、翔子の死体の第一発見者である水木は沖浦の携帯によってブルームパークに呼び出された。2、俺がイリツの死体を発見したのは沖浦水産冷凍倉庫という場所だった。3、そしてついさっき、沖浦は無期懲役刑で服役中の暗殺者89号を連れて逃亡した。全部言っちゃったんだ。おい、ちょっと待て、アセトンちゃんの死体ってなんだよ。ああ、それはその、伊達さんね、平行世界で見たそうなんです。私の死体を。平行世界？なんじゃそりゃ。パラレルワールドのことですよ。知らないんですか？ああ、あれな。あ、知ってる知ってる。嘘つけ。あ、そっかそっか、平行世界でね。ああ、なるほど。なんだかよくわからんが、納得してくれたみたいだぞ。助かったよ。説明するのが面倒だったからな。それにしても、なんで沖浦さんが。わからん。誰かに脅迫されて動いてるのか、それとも自分の意思なのか。とにかくそういうわけで、俺は沖浦を探してるんだ。なるほど。イリス、終わり。モーマ、高そうな指輪してるな。オキュラの情報、手下の連中は。手下から行くか。
全員で払ってる。出したんでしょう。沖浦の件で聞き込みに行かせたんだ。あ、そういうこと。それにここにいられちゃいろいろと。確かに見られるわけにはいかないもんな。高そうな指輪してるな。なんだよ突然。くれよ。はあ？くれないかその指輪。なんでおめえにやらなきゃなんねんだ。私も欲しい。あげちゃうんじゃない。はい、あげちゃう。いやさすがにこれは。ケッチとか言われちゃって。別にいいだろう、減るもんじゃなし。思いっきり変だろうがよ。チッ。プンスか。プンスか。すがお前らいいコンビだな。まるで兄弟みてえだぜ。ぐぬ。相棒。はい、沖浦の情報。電話では確か目撃情報があったとか。ああ、手下の連中を総動員して調べさせたんだ。教えてくれ、奴はどこに。教えてやっても構わねえな。おい、もったいつけんなよ。ちゃんとイリスは連れてきてやっただろ。だってちょっといいか。モーマはおでねを部屋の隅へ連れていくと。なあ、だって言いにくいんだが、その嘘じゃないのか。アセトンちゃんに握手してくれるよう頼んでもらえんかな。うわ、この子に及んで。なんだ、そんなことか。任せとけ。俺はモーマと共に元の位置へ戻り。イリス、一つ頼みがあるんだが。嬉しそう。頼み？断るんじゃない、これ。こいつにおっぱいを見せてやってくれ。そんなこと言っとらんわボケ。ああ、間違えた。こいつと握手してやってほしいんだが。あ、握手ですか。そのぐらいなら。おっぱいは絶対嫌だけど。イリスはモーマの手を取ると両手でふわりと握りしめた。だって俺は組長をやっていてよかったと、こんなに思った日はない。何のために組長やってるんだ。分かった分かった。それで沖浦が目撃された地点は合計で2箇所。一つはサンフィッシュポケットってメイドカフェで、もう一つは港区にある生目神社だ。生目神社か、こっちの方が本命かな。三ポケと生目神社か。わかった、本に切るぜ。なに、お安い御用だぜ。まとめ。さてと、というわけでモーマ、イリスのこと頼んだぞ。え、置いてくのか。ちょっと待ってください。私のこと置いてくつもりですか。大丈夫、そいつは何もしやしない。そうだろう、どう見ても。思いっきり何かしそうな顔してますよ。っていうかこの人暴力団の組長だし。どっかに売り飛ばされちゃったらどうするんですか。あ
アセトンちゃん、誤解だよ。さっきも言ったけど、うちの組はホワイトな組織なんだから、みんな定時に帰っちゃうし、コンプライアンスとかしっかりしてるし。本当かいな。それじゃあな。うわ、伊達も伊達だし。待てー、イクラマンの約束はどうなったんじゃい。だからそんな約束してねえから。でもデートの約束はしたでしょ。デートだと。伊達、貴様出てっちゃうのか、このタイミングで。あ、違った。しかとしよう。賢明な判断だ。伊達さん、沖浦さんのことを探しに行くんですよね。私も連れてってください。連れてってくれなきゃ、昨夜のこと教えてあげないですからね。お、深夜2時の来訪者の件か。わかったよ。連れてくしかないよね、これは。はい、わーい。おい、伊達、無視すんなや、こら。ホワイトな組織。今のはね、おもちゃなんだよ。嘘だ。なんだ、おもちゃか。とりあえず二人のことは置いておくとして、目的地は二箇所だな。三ポケと生目神社。あ、もしよかったら例の冷凍倉庫にも寄ってもらえないですか。昨夜私の死体を見たっていう。何か気になることでも。いえ、ただの好奇心ですよ。でもなんか記憶にあったりするかもしれないですよね。それからもう一つ。なんだ、お腹減った。ご飯を食べられるところにも。散歩系行くんでしょ。飯か。そういや、俺もまだ。ああ、胸が苦しい。呼吸困難になりそうだ。さて、ということで、まあこの辺で終わりにしましょうかね。メイドカフェ散歩系、あ、食堂へまず行っていきたいとこだけど、まあこれは次回にしましょう。ファイル、人物、89号全部不明。が出てる。もう全長約30センチ、結構大きいですね。カレーとしては東京湾でも取れる、うん、食べてみたいですね。縁側とかね、美味しいですよね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今回は音声入ってますね。前回こう音入ってなかったですからね。はい、それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。